本物のホストというのは営業能力もある、そしてマネジメント能力もある、そしていつになっても本物は売れる。残念なことに多くの売れっ子のホストがリアルは貯金もない、そして物もない、で技術も実はない。まず善意としなくというのが全くもっとそうではない。実質的な1億円、そして実質的なナンバーワン、それが5から生まれたことが嬉しいです。年間1億2000万プレイヤー、月間2000万プレイヤー、15ヶ月連続売上ナンバーワン、トップダンディ5代表取締役善。未経験入店からわずか2年で億を売り、25歳にして代表の座を手にした若きカリスマ善の功績、代表への奇跡、そしてこの先に見据えるビジョンを紐解いていく。トップダンディ5善代表、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このスタジオでこう撮るのはもう2年ぶりぐらいですか？2年半ぶりとかだと思います。あの時はプロの紐ホストという感じで、紐でしたって言って来て、はい、そうですね、ホスト始める前は、まあ、紐して生活してた、生活には困ってなかったです。どれぐらいの期間紐なんですか？結構長い期間、2年ぐらいはそれで生活したので、その間は学校は通ってたんですけど、まあ、仕事はせずに。そして今では1億円プレイヤーですね。1億、そうですね、去年で1億と2000万売り上げることが、おかげさまで全取締役1億とおめでとうございます。気になるのってどうやったら1億円売れるんですかみたいな心がけてたことって何なの？僕これ毎回後輩とかにもよく言うんですけど、まあ、本当に感謝を忘れないこと、あとは努力を怠らないこと、まあ、僕本当にこう見えて指名もらったりする子にやっぱり絶対言われるのは、今までの担当で一番レスが早いって言われるんですよ。早いね。僕早いですよね。撮影とかでも、あと SNS の更新の件とかでも、あの連絡取り合うじゃないですか。めっちゃ早いですよ。僕はあと電話に3コール以内に出れないことないですね。それぐらいには常に携帯持って意識してるんでね。あと朝も早く起きますね。もう本当にでもアフターは基本的に3時、本当に次の日に起きたいんで、3時まで飲んでちゃんとそこで解散して、で家帰って4時とかで寝て、僕だから6、7時間は睡眠絶対取るようにしてるんで、で大体9時から10時の間とかに起きてて、ホストでいうとめちゃめちゃ朝じゃないですか。それぐらいにはもう起きるように心がけてるんで、もう体がそうなったんですよ。どんなに酔っ払ってても、もう目覚めるんですよ、その時間に。ルーティーンでできてるんですね、はい、その体に慣れて。本当些細なことの積み重ねだと思っているので。1日2日できたとしても、はい、継続ってやっぱ難しいですよ。難しいですね。今日もだって撮影の前に2用事ぐらい済ましてきてるわけじゃないですか。はい、もうその次の日の予定をある程度、もう何時に起きて、何時から何時の間でこうしてっていうのを全部決めるようにしてるんで、あんまりそのグダグダしてるとか、家でダラダラしてる時間っていうのはあんまりないように、今でもそれだけは崩さないようにしますね。先日あの茜さんの撮影させていただいた時、善さんの部屋めちゃめちゃ綺麗だったって言ってました。もともとうちのナンバーワン前取締役ももともと一緒に住んでたり、デンさん寮からだったんですね。めっちゃ部屋綺麗でした。あ、僕家ほんと綺麗なんですよなんかもう朝起きたルーティーンに1個出たって30分かけて家の掃除するんですよね。掃除機かけてコロコロしてみたいな、でお風呂も汚れがあったら掃除してとか、 毛が落ちてないようにもう朝家出る前はっていうのを毎日やってますね。でも売れてるホストって多分部屋綺麗なイメージありますけど、掃除ができる人って身の回りのこととか、だから女の子の些細な変化とかもやっぱ気づけるから、売れてないどうしようって人はなんか本当にまず部屋を掃除するところから始めた方がいいっていうのは結構僕も思いますし、そういう人ってやっぱ多いですよね。できすぎてる、危なっかしいノリがないですよね。全然たまに欲しい時ありますけどね。なんかこうやっぱホストクラブでワイワイする時とか気を使いすぎちゃうというか、なんかこう行った時に相手がどういう反応をするかまで考えてから何か物を言うようにしてるんで、だからなんかそのバグってる突発的な面白さみたいなのはちょっと僕にはやっぱなかったりするものなんで、けどやっぱり大事なのって面白さよりも誠実さとかマイナスな発言を一切しないとかだと思うので、あ、今の自分で良かったなって思いますかね。でも出勤がしっかりしているということで、次に疲れたのは自分ではなくてお客様だと。だからまずお客様に最初にお礼をすべきと。
営業後に携帯に向き合ってるんですね。そういう当たり前のことを彼がしてるというのを多くのスタッフが見ていて、その上で気づくかどうかだと思います。ありがたいことにうちには善というお手本がいます。だからこそその影響を受けて、やっぱりあ、これじゃダメなんだ頑張ろうという思うホストが増えてくれていること、これは本当に嬉しいですね。流星さんはその善さんはどういうホストになっていくと思います将来？はい、これがとても大事なことで、2023年、彼自身岐路に立っていると思います。彼はホストの勲章である、まず1000万プレイヤー、そしてそれを何度も達成して、今年未経験から2年で1億円プレイヤーというタイトルが手に入りました。そしたら次は彼はそのタイトルを伸ばすことを考えるのか、もしくはお店を引っ張る代表という道に行くのか、これは彼自身が決めることなので、僕自身はどちらに行っても彼らしく会ってみればいいと思う中で、今日スタッフからのコメントに自然と次期代表は善だ、善よろしくって言葉が出てきた時に僕が嬉しかったですね。次の代表は多分善村だと思ってるし、歌舞伎で名をとどろかすなら全部あると思ってます。で、今日のターンを見た時に彼はその素質を十分に持っていて、もう渇望とするスタッフの顔がもういっぱい浮かんでたじゃないですか。で、それ見て僕も嬉しかったし、全自身もそれに応えるように次は代表にっていう言葉を自分で言葉にしたじゃないですか、それを見た時に僕が一番嬉しかったですね。ですので、どういう発想になりますかっていう意味では、それは彼自身が決めることだけども、期待の意味を込めて5の代表を担うような男になってもらいたい、ズバリそう思う、1億円、達成イベントタワーでした。はい、2年半ここまで上がれましたってことで、みんなで一緒に上がれよー、サプラディーバーおめでとう。2代目トップダイファイブ代表就任が決まりました。新代表全代表取り上げる。去年はグループダンディで真ん中ぐらいですか、真ん中ぐらいの順位で、でもまあ箱の大きさで言ったら全然すごい方だなと思いつつ、社長もすごい売り上げて、で僕も1億を超えてね、まあ僕2022年はもう全部ナンバーワンだったんで、売上はもう1月から、12月まで、ずっとナンバーワンで、だからね、本当に今年は僕も全力で引き継いで、もう一人ぐらいね、ファイブから1億円プレイヤーを生み出せるような感じの、代表でありたいなと。まあ自分だけじゃなくて、スローガンがみんなで一緒に上がっていくようなんで、ね、みんなの売り上げがもっと上がって、みんながお金もらって、いい生活できるような、そんなお店の代表になりたいなと思います。2023年から、ここで代表をやらせてもらいます。ということで、よろしくお願いします。次回、善が気づいた栄光、その裏側に迫る。お見逃しなく。トップダンディ5では共に働くスタッフを大募集中。トップダンディ5では湘南美容外科ナンバーワンの名倉石専属執刀による整形を無料で受けられます。ぜひふるってご応募ください。